ネイルアート、ネイルアートとは手足の爪に施す化粧や装飾のことである。ネイルアートを施してくれる店をネイルサロン、その技術者を日本では一般的にネイリストという。様々なネイルアート用品が市販されており、プロに限らず自身の爪を飾る創作作業を楽しむためにネイルアートを行う人も多くなっている。 手術の比較的良いなジェルネールを分で行うセルフジェルが2008頃から流行し始めた。紀元前3000から4000年頃の古代エジプトには、すでに爪に着色をする文化があったことがミイラなどで確認できる。ヘナなどの植物性の染料を用い、くらいの高い人間ほど濃い色で着彩されていたとみられる。18世紀頃のヨーロッパで、 現在のようなネイルアートが広まったとされている。中国では、唐の時代に、ヤギヒが爪に染色を行っていた。日本には、平安時代に伝来し、宝泉花や紅花の花の汁を用いて、爪に色をつけていた。江戸時代には、遊女が行っていたことが知られている。イギリスやアメリカでは、19世紀から20世紀初頭までは、 女性は爪を塗ることよりも磨くことを追求していた。透明で塗ると、ツヤが出るニスを、ラクダの毛の筆で塗る女性もいたが、大半は、色粉やクリームを爪にすり込みピカピカにすることが、主であった。20世紀初期、1923年に、アメリカで自動車用に、速乾性ニトロセルロースラッカー、塗料が開発された。その後、 これを応用したものが現在使われているマニキュアの起源である。爪の表面の凹凸や、ルースキューティクル、甘皮が薄く伸びた部分を処理したり、人工爪の脱着を繰り返して傷んだ爪の手入れを行い、地爪と周辺の皮膚を良好な状態にする。健康や生活のための保護や、美容や身だしなみなどの目的を伴った芸術など、 ネイルケアは一つの確立された分野となっている。元来、広い意味での手と爪の手入れのことであるが、日本では爪の表面を塗装すること、またはそれに用いる塗料を指す。足と足の爪への手入れを指し、主に足の爪にエナメル液を塗ることや、そのエナメル液を指して、ペディキュアと呼ぶ。足の爪のケアだけでなく、足の角質やタコを取るなどの治療行為も指す。 付け爪とは、地爪に貼り付けるまたは練り付ける人工爪のことである。地爪への保護作用は、付け爪の種類と手術方法により異なる。生活環境や職業また体質などにより、普段は装飾ができない人や爪を伸ばせない人も、t p o に合わせて爪のおしゃれを楽しむことができる。爪を失う、または復旧が難しい。 マニキュアなどでは隠しきれない爪の変色を隠す目的でも用いられ、老人介護や医療の場、ホスピスケアなどでも用いられている場合もある。地爪にネイルアートを施す際の一般的な流れは以下の通りである。フルウェルと呼ばれる地爪を全て覆ってしまうタイプの付け爪を使用する場合は、付け爪の形を調整し、同様の手順で付け爪に装飾を施した後に、 自爪に貼り付ける。厚生労働省は2010年9月にネイルサロンにおける衛生管理に関する指針、平成22年9月15日兼発令915第4号を発令しており、ネイル業界によってもこれを遵守し、啓蒙するよう計画されている。厚生労働省は2010年6月にネイルサロンにおける衛生管理に関する指針、 案を発表している。爪に、カビが生えた接着剤が、皮膚に誤って、火傷などの健康に関わるトラブルの発生も、報告され、国民生活センターは2008年10月に注意を、呼びかけた。火傷のトラブルは、市販の付け爪の接着剤を誤ってこぼしたことによる、ものである。ネイルポリッシュのリムーバーや、アクリルスカルプチュア及びソフトジェルネイルの除去液の、 主成分であるアセトンのサロンでの取り扱いについては、上記の2010.9厚労省指針に示される、換気の規定をクリアすれば問題ない。しかし、一般家庭においての使用においても、換気が不十分な場合、他の家庭用化学製剤、例えば塩素系漂白剤や殺虫剤などと同様に、取り扱う人を呼びそばにいる人に、健康の悪影響を及ぼす可能性があるため、 注意が必要である。吸引以外による、揮発性有機溶剤の事故としては、古くなり、粘性の高くなったマニキュアの瓶に、薄め液のつもりで、除光液を注ぎ入り、さらに攪拌のつもりで瓶を強く振り、その結果、高い蒸気圧が発生し、容器瓶が破裂し、破片で怪我をしたという事故が報告されている。消費者は、ネイル商品の取り扱いには、 注意を心がける必要があり、また、特にメーカーあるいは輸入販売者は、分かりやすい取扱いの注意表示などに努める必要がある。爪カビ、爪水虫と呼ばれるものの問題については、主な原因となるものに、緑濃菌と白線菌がある。緑濃菌は、常在菌として、生活環境の中に普通に存在する。したがって、 付け爪の装着あるいは手術を行う際にいくら衛生的に言っても日数経過で付け爪に浮きが出ればそこに運悪く緑膿菌が入り込む可能性はあるそのまま放置された場合緑膿菌はそこに水分と微量の栄養素があれば繁殖し始める予防策としては付け爪は3週間以上付けへっぱなしにせず正しい補修または付け替えを行うことが大切である 白線菌による爪カビは、足の指にできる水虫と同源である。つけ爪や、ネイルアートをしていることで、発生の確率が高まるというものではなく、公衆浴場の足マットを踏まない、家族に、水虫の人がいる場合は、その家族の水虫治療を、行う、などが大切である。かぶれは、ネイル材料の化学成分に対するアレルギーである。元々の体質によるところが大きいが、 過度な甘皮の処理や、頻繁なマニキュアの塗り替えでの除光液による皮膚の油減少と乾燥は、皮膚組織を無防備にするため、アレルギーの引き金になる場合もある。また、アクリルスカルプチュアの材料である、アクリルモノマーや下地調整塗布剤など、皮膚につくとかゆみが出る場合もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。